お昼はほとんど麺類です。もう 100% 近い。いろんなとこ食べ歩いて、喜多方ラーメンが第三者的な目で見ても一番美味しいと思う。醤油だれにこだわって作ってるってことは、ちょっとでもブレるとスープってすぐ分かるのね。うちはどちらかというとお土産用のラーメンだから、食堂の麺とはちょっと違うんだけども、優秀なその製麺所があって、でそれを作ってくれる腕もいいと、三位一体で 100% の味を出すと。もうね、本当はね、私は細くてね、長いものなら何でもいいの。幼少の頃からというと、私が一番好きなのはそうめんだったのね。うちの製品っていうのは自分の子供みたいなもんだから、多くのお客様に自分の子供を可愛がってもらえると、それは幸せのお裾分けにもなってくるし、それがやっぱり私の喜びです。